はい、詳しい値段は申し上げられませんけれども、もう長いこと生きてきまして、これは青色申告っていうんでしょうか、そちらの方調べていただければ分かるんですけれども、今年初めて黒字になった程度で、今までの人生で黒字になったことはありません。ずっと赤字できております中、新垣さんが要求して答えてくれる値段を、これも説明が足りておりませんでしたけれども、妻にはですね、五教時代、現代音楽の五教時代ということで、嘘をついて、お金を下ろして払ってもらっておりました。調整音楽は自分で書けるんだと、ただ、完璧な現代音楽と融合したものを作るために、新垣さんのご教授がどうしても必要だということで、つまりはそのような嘘をついて、この18年間ですか、はい、高いお金を払わしておりました。質問がちょっと違ってたらすみませんでした。今、他に何かありましたっけ。あと今後裁判されると言ってましたよね。その裁判費用とかどうされるんですか。印税からですか。どういったお金を使われるんでしょうか。いや、それはまだ何も考えておりません。はい、ごめんなさい。すみません。じゃあ、TBS アコネの竹野沢と申します。先ほどちょっと、ホテルを転々としていたとおっしゃってましたけれども、具体的に報道が出られてから、一切その姿っていうのが報道の方を捉えることが出なかったんですけども、具体的に今日まで、どこを回られて、どんなことをされていたんでしょうか。はい、横浜を中心にホテルを転々としておりました。一部情報では埼玉にいるみたいな話もあったんですけども、それはないですか。横浜から出たことはありません。最初、一番最初が、東横インの横浜スタジアム前というところで、そこから出発して横浜を行ったり来たりしてました。あと一点すみません、先ほど反省の意味も込めて謝りたいという思いで奥さんに髪を切っていただいたときにおっしゃったんですけども、その髪型とかはご自身で指示されて部屋で切られたんですか。はい、いや、お任せするという形で、妻は美容師だったんです、元。なので。我々がちょっと調べさせていただいた情報でですね、一部情報だったんですけども、ご自身ちょっとスキンヘッドになってるじゃないかっていう話があったんですけども、現在、地毛ですか。初めて聞きました。ありがとうございました。じゃあさっきから溶けるんですけど、髪留めをされて緑の女性の方、はい、ゆうかんふじと申します。奥様はこの18年間どんなふうな役割を果たされていらっしゃったのか、はい、あと今離婚は希望されていらっしゃるんでしょうか。妻から離婚ですか。それとその18年間佐村剛司さんにとってどんな役割を果たされてきたのでしょうか。妻は18年間ではありませんが、11年間ぐらい
僕はしゃべるバストで、ろう、あではないんですけども、ろう者の妻として普通に生きておりまして、何か音楽に加担するとか、そういった人間ではないので、特に何もありません。離婚に関しては、私は、まず第一声、このことが発覚したときに、妻に申してたのは、離婚してくださいでした。でも、しないよと言われました。お仕事には全然関わられてなかったんですか、奥様は。はい、一切もちろん。分かりました、ありがとうございます。日刊スポーツの横山と申します。聴録に関して、改めて確認させていただきたいんですけど、いつ頃から耳が聞こえづらくなって、いつ頃に本当に全く聞こえなくなって、いつ頃にそれが聞こえるようにまたなったんでしょうか。はい、まずごめんなさい、ちょっと年数は分からないんですけども、自分が24歳の時に左耳の聴力と耳鳴り、聴力の低下と耳鳴りを感じて、それがどんどん耳鳴りが音が上がっていくと並行して聴力が落ちていった。で、左耳があまり使い物にならなくなって、今度は右耳、その時に補聴器を1回買ってます。それから、最終的には補聴器2つ買うことになるわけですけども、次はもう右耳が途中から悪くなって、同じく耳鳴りが上がっていきながら並行して、聴力落ちて、右の方が落ちていくという感じで、1999年に一度自分は全く音がなくなったと自分で感じました。それは本に書いてあることは本当です。ですが、その後何ヶ月か経ってですね、補聴器をするとまた音が少し聞こえるみたいなことが1年半ぐらい行ったり来たり続きまして、鬼武者が完成した後にですね、その前に申し訳ありません、1999年の2月頃だと思うんですけれども、